山本議員に繰り返します。協議ではありませんので、この専決に対する質疑でございますので、そこら辺のご理解をいただきたいというふうに思います。これ答弁できますか。はい、米村副市長答弁を終わります。はい、山本議員。今のは出来上がる園の施設の絵がまあできるいう程度で、その前に執行部がやる仕事は保育園をなくしてもいいですかということをまず地元で問うんが先じゃいるわ、反対意見にあったんですが、それ全く絵を描いて持ってってですね、ここをなくするんですがよろしくお願いしますということはできるんですか。さっきの私の質問の答弁になっとらんと思います。で、まあ、民業圧迫も解決策はできないことですが、これは執行部の中が考えてやられれば、まあ、本当基本的な考えはできると思うんですよ。でもう一つですね、これを進めようと思ったら提案者の前市長はもうおられるのですね。リーダー不在の中で、進めるいうことができるんじゃろうかというのがまずクエスチョンにあるんです。でこの事業をですね、誰が指揮をするんか、でどの部署が進めるんか、計画まではそれは企画ができるかもわかりませんよ、計画書の書類は。ではこの事業を進める上で誰がやるんかということを明らかにしてください。山本議員に繰り返します。協議ではありませんので、この専決に対する質疑でございますので、そこら辺のご理解をいただきたいというふうに思います。これ答弁できますか。はい、米村副市長今言われました誰が指揮を取るか、それは市長です。でこの計画を作る今作業はもう進めとるとさっき説明しましたけど、また7月の7日で選挙があって市長が決まります。それからの作業等については、市長の方でやりますし、それまでは私が代行の方だ、職務代理なんで、そこらの指示等はする予定にしております。でどこの部署がやるということなんですけど、今計画とかいうところは一応今企画部の方でやっておりますけど、最後の工事等についてはそこの担当部署でやるようになると思いますので、そこのものも含めて今基本構想で決めていくと、どこらのものが作っていくのにどういう作業がいるかというのも含めて構想を作るということになると思います。でそれからちょっとさっきの質問の中にあるんですが、山本議員は、反対された修正を出された理由の中に、先ほど反対の理由の中に、基本構想でなくて地元の説明、事業者の説明をすることも入っておったと思うんですけど、そのために今回で基本構想を作るというのを何度も説明させていただいておるんですが、ご理解いただけないでしょうか。答弁を終わります。はい、山本議員。どうも副市長は、議会の方へ問題提起をして順番責任を投げたようなことを言うんですが、今の修正案の中身はどういうふうに理解されたのかというふうにまた頭かしげるようになるんですが、地元の説明をせずにですね、計画書を作ってで地元へ行って説明して理解が得られなかったらどうするんですか。誰が責任を取るんですか。もうできたら確実に地元説明会、旧吉田の人たちの保育園がなくなることについても必ず理解をしてもらうと、で行った先の
人形圧迫の問題も必ず片がつくんだと、こういう見込みがあるんでしょうか。ない中で610万円ばかりの計画書を作ってですね、それを下げてって理解してもらえなかったら、その610万円はどうなるんでしょうか。そこらは副市長は責任取られるんですか。それでもう一点、今副市長は職務代理者ということになられてますね。副市長の権限は市長の権限が全て副市長のところに行ったと、こういうふうに理解するんですが、その中で職務代理者としてやってはいけんことがあるんじゃないかと思うんですけど、職務代理者がやっちゃいけんことがあるんでしたら、そこの説明をお願いいたします。答弁いいですか。答弁を求めます。米村副市長。でまずあの1点目の基本構想ですが、基本構想、前からずっと言おるんですけど、基本構想がないと、これまた特殊な、まあ、施設等でもありますし、公園を併設したものでもあります。で、そこらのものを含めて、作って説明をしなくてはいけないというのをずっと説明させてもらっとるんですけど、そのためにこの構想を作って、作って説明しないとできないと。で例えば中身が行政だけの専門家でもない、専門家でもないと言ったらおかしいんですが、専門家にそこらのことを他の事例も含めて作って、委託で出して、それで説明することによって今の地元の説明等ができるというのをずっと再三、話をさせてもらっていると思いますので、そこはご理解いただきたいと思いますし、先ほど2点目の私が、職務代理者として市長の代わりにできないというのはないってちょっと、議会の解散の権限とかはないと、ちょっとそこは詳しいのはちょっとまた説明をまたさせていただきたいと思いますけど、ほとんどの権限は私にあると思います。答弁を終わります。これに質疑ありませんか。注意されても全く正す気配のない政治会山本議員ですが、大下議長が質疑のやり直しをさせてから答弁させなければいけないと思います。また先決と全く関係のない2点目の質問、石丸市長が退任されたら一問一答のルールもなくなってしまったということでしょうか。